MMA の発戦経験がありますブラジルマーカス・レロ・アウレリオ。レディ・梅田。まさに体川さん、異種格闘技戦というですね、両者の顔合わせになりましたが、身長差ご覧の通り23センチというですね、すごい戦いになりますね。いやいや、これで同じ体重とは思えないですね。まあね、今菊野さんがいないんですけど、菊野選手とテコンドーの決勝戦で戦ってるんですね。そうですね。まあ、顔の目の前にボディが当たっておっしゃってましたもんね。もう顔の目の前にボディが当たって、もうまさにテコンドーの構えとカポエラの構えですね。いや、これはおつさん、面白いですね、この構図。距離感が分かんない。距離感が分かんない。これがですね、本人が江端本人が話をしていたんですが、おっといきなりカウンターを合わせようとした、飛び込んでいったところではありますが、おっと抱え上げて、なんと転落を誘っていきました。今回転落というのはないんです。転落による一本勝ち一本負けはないんですが、ただ判定に影響するんですよね。これ下マットはどんな感じのマットは引いてあります。薄いんです。ちょっとなかなか今起き上がることができない。その間にド派手に回転体を見せましたアウレリオ。ちょっとエバターの状態が気になるところであります。今ドクターがチェックいってますね。いや、これちょっとおっさん。はい。かなり危険な落下の危ないですね。腰より上に上がってる状態が落下するんで、高いですね。落差がすごい。大丈夫かな。個人的にはカポエラなんで、こうやってキックとか接待キックのそういうマットを演じ、あっともできないということで、ここでゴングが打ち鳴らされました。こういう勝ち方もあるんですよね。パラデン。マーカス・レロ・アウレリオ、令和猪木軍、これで3連勝になりました。さすがに江端秀則、立ち上がることができませんでした。今もまだ立てないという状況です。ちょっとテコンドーの技が全く使えなかったんで残念ですね。もしかしたら。このように組みついてきて、さらにカンブリジマルールに慣れているアウレリオがその経験で勝ったかもしれませんね。これちょっと右手ですね。これ右手落ちるとき危ないですよね、この角度。右手が思ってる以上に段差ありますからね。そうですね。勝ちましたアウレリオの選手には勝利者賞のトロフィーが贈呈されます。でもテコンドーの技術体系にこういう落下することがないですよね。投げられること自体があんまりない中で、背中から落ちるということの対応はできなかった。対応できなかったんで、ちょっと腕ですね。そうですね。右手やっぱり伸ばしてましたので、着地の際に落下した際に変な形で手をついてしまったかもしれない。握手を交わしていますが、心配ですね。ちょっと心配ですね。すごい落下の仕方したんで、実はエバッタ本人が話をしていたんですが、テコンドーは縦の動きだったと。一方のカポエラ横の動きだから、自分にカポエラのキックは当たらないっていう話をしてたんですよね。だから全くレロは逆に言うと、カポエラは蹴りだけじゃないぞっていう、やっぱり総合武術なんですよね、カポエラっていうのも。そこをエバッタ選手は本当に残念なことにそこって考えられないですよね。当然蹴りをどう防ぐかとか、そういうことを考えてくるんですけど。I hope I can get a recording after that. ランビジマルールに慣れているブラジルのアウレリオが勝利を収めています。俳優も活躍しているというアウレリオ、ミキ・ロク主演のジェイドという映画にも俳優として出演、ネットフリックスドラマのアダム&アダムにも実は俳優、スタントマンとしても出演しているということです。ブラジル出身ですが、現在はカナダ・バンクーバーに在住、そこで競技者としてではなく、カポエラのコーチとして指導、それからジムの運営、競技会のジャッジや審判を務めているそうです。今回はオファーを受けて、自分のルーツであるカポエラの感覚を取り戻すべく、ブラジルに戻って師匠である。